現代日本、高度経済成長を経て近代化が進み先進国となった今、忍びも過去のものとして語られる存在だ。しかし忍びは今も存在している。忍びの世界には国家に所属する善人と企業や個人に雇われ様々な行為を行う悪人がある。善と悪、光と影。しかし善人と悪人が共に目指す存在がある。忍びとして生きる者ならば一度は目標にする称号、各善人悪人関係なく最高位の忍びにのみ与えられる。その称号はそれを知る全ての忍びの目標であり最高の栄誉である。そして優れた忍びの集団に与えられる神楽に並ぶ称号、それを忍びマスターという。これから始まるのは忍びマスターを目指す少女たちの物語である。あら、時間通りですね。ようこそおいでくださいました。時間を守るのは忍びとして当然のことだろう。みたいなものなの。思ってな、本人の目の前で言ったら意味がないと思うわ。いえいえ、先生もお分かりですよね。こういうのは儀礼のようなもので。いいから早く本題に入れ、月光。話題をそらしたのは先行なのに。なぜここに呼ばれたのか聞いているとは思うが。あ、先行ごまかした。近々ここで忍びの学生によるチームトーナメントが行われる。その出場する忍びの指導を先生には行ってもらう。以上だ。わかったか。先行？それじゃあ分からないと思うのだけど。じゃあ残りは月光が説明すればいい。さっきの先行の説明に付け加えると、先生には指導してもらう学校が決まっているんです。国立半蔵学院。思いますが、この4校です。後々先生の実績次第で追加の可能性もあります。トーナメントの他にも任務や訓練に彼女たちを連れて行って強くしていただくのも目的の一つになるんです。そして善人悪人抜け人も問わない最強の忍びのチームを育て上げろ。大事なところを取らないで先行。詳細は以上だ。そういえば自己紹介はしていないな。あら、失礼しました。これも先行が口を挟むかな。私は先行だ。私は月光です。二人ともそうですね。改めてですが、先生の名前を教えてもらってもいいでしょうか。
私たちが中等部と聞いて驚きましたか？私たちは大会運営の手伝いだ。主催というわけではない。安心しろ。あ、もうこんな時間。忍びたちを待たせているので闘技場に向かってください。私たちは後からすぐ向かう。ええ、それではまた後ほど。ねえねえ先行、あの人どうかしら。悪い方じゃないとは思うのだけど。上層部が我々にお目付け役として送ってきたんだろう。まあ強い忍びを育ててくれるならどんな奴だろうが問題はない。吹雪様の目的のためにもこの子たちには強くなってもらわなくちゃ。私たちだけで十分だといつも言っているのだがな。あと先行、先生相手にその態度はどうなのかしら。別に月光には関係ないことだ。カッコつけるのもいいけどほどほどにね。What the...忍びマスター戦乱神楽ニューリンク。
Why is it doing that? Hurry up. This is taking forever. Oh, finally. Is it done? What? Okay.